はい、26杯目なんですけども、こちら燕市の折倉さん、今11時で開店と同時に来たんですけど、すでにもうねお客さんが並んでたみたいで続々と入っていきました。それじゃあ行ってみましょう。羽ばたけよスワンダイバー。私は折倉ラーメンの野菜増し増し、ニンニク普通、油普通にしました。これはコラボラーメン、麺3玉すげえ、チャーシュー 400g、 野菜 600g、 すごいね。はい、スープまで飲み干しました。ごちそうさまでした。はい、柴田市和源ですね。ここ昼休憩ないんでね、今4時なんですけどね。最高。お、自動販売機もある。亀田の麺屋トリコ、意外にも初めての来店でございます。楽しみですね。大人気の味噌担々麺、うまそうですね。ラーパステージサービスが麺大盛り。
ここの肉はでもね、砂糖食品だもんね。うん、しゃしゃ。うん、柔らかい。うまい。はい、ごちそうさまでした。番外編。はい、次はいよいよ30杯目なんですけど、今日はですね、同級生と遊んでおりまして、まあ、一緒にラーメンを食おうということになったんですけども、最後ねどうしようかなって思ったんですけどね、まあ、隣町の新津、新潟市秋葉区にあります、僕が一回テレビね、ヤンゴドナキっていう番組でね、訪れたあのちょっと変わり種ラーメンというかねに行きたいと思います。はい、鍋ラーメン高野さん。さあ最後はどんなラーメンなんでしょうかね、皆さんお楽しみに。これニンニクきれいの大好き。今日もチューできねえね、チューできねえけど、まあしょうがないわ。唐揚げでも、お、柔らかね。うん、うまい。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで約2ヶ月半かけて30店舗30杯のラーメンをいただきました。うん、みんな美味しかったな。やっぱ上越とかね、中越の方行けなかったのがね心残りなんですけどもね、
あとね、まだまだ美味しいラーメン屋さんあるんですけどね、まあ、今回は、まあ、近場とかね、初めて行くお店に結構行ってた感じかな。さあ、スタンプ30個たまったんで、じゃあこちらをですね、新潟小町の編集部に送りたいと思います。そうすると、13杯分の無料のチケットかな、プラス特製タオルが来るということなのでね、楽しみに待ちましょう。いや、本当にラーパス&スタンプラリーの旅、皆さんどうもありがとうございました。ここで一旦終わりです。